はい、皆さんこんにちは。南あわじ市長の森本でございます。まず私事で恐縮なんですけど、私以前経産省におりまして、東日本大震災の後5年間、東北の復興のお手伝いをしておりました。東北の皆さん大変ご無沙汰をしております。そういったご縁もあるんですけれども、実はこの南あわじ市は瀬戸内の一番東側でちょうど太平洋にも面しているということでございまして、いわゆる南海トラフ地震の時には、兵庫県で最大の被害が予想されている地域でございます。そうしたこともあって、東北では復興希望のシンボルということになってます宇宙桜なんですけれども、南あわじ市においてはこの避難のシンボルとして、仁淀川市さんからですね、3本の苗木をご提供いただきまして、沿岸部の小学校に植えさせていただいております。本当に皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。そしてまたこの度震災10周年、この東北復興宇宙ミッションにあたりましてですね、ワンアースさんからお声がかりをいただきました。その中で我々もこの趣旨を提供するということでですね、南あわじ市ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、玉ねぎの大産地でございます。そうした中で今大体農作物というのは1世代限りのいわゆる F1 という種子なんですけれども、我々が残しておりました淡路の中高高木というですね、かなり原生種に近いものなんですけども、その虎の子の種子を提供させていただくということになりました。その発起人自治体に加えさせていただいたことに感謝を申し上げますとともに、その一員として本ミッションの大成功を心よりお祈りをしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。今大変な発言がありましたが、あの有名な淡路の玉ねぎが提供していただけると、宇宙玉ねぎとなって東北復興のご希望の市町村にご提供される計画ということですが、詳細はですね、この場で説明始めると1時間かかりますので、また別途ですね、皆様と情報共有させていただけたらと思います。ありがとうございました。浪江町企画財政課の磯貝と申します。よろしくお願いします。私どもからの打ち上げ物品でございますけれども、今復興後町内で、農業を再開した方が作っている玉ねぎ、浜の輝きという品種でございますけれども、こちらの種とそれから町の花であるコスモスの種を お願いしたいと思ってございます。これらをですね、また宇宙から持ってきたというところで、町内に花を咲かせながら農業を再開させながら頑張ってまいりたいということで思ってございます。